おーめちゃくちゃかっこいい煽りで見るとこんな感じ。やべー <laughs> 最高だな、これ。あの、エルメスの系譜だな、というのは、うん、本当によくわかります。ボタファの秘密基地ボタファボタファの秘密基地,密基地どうかこごれに皆さんこんにちはオータファです今日紹介するお茶は、これだ プレミアムバンダイ限定ロボット魂サイド MS ゲードライ重塗装仕様だ <laughs> お全国のガンケ野郎集結せよそれからちびっ子もぜひ大人と一緒に見てねそれでは早速レビュー行こうあのゲードライがね、ついに発売となりました。完成品です。完成品で重塗装仕様。そそれからね、各部にダイキャストが使用されている大型のモビルスーツです。 いやあ、これ待ってたー。この機体がね、どういう機体なのかっていうのは、あの、詳しくはね、こちらの番組をご覧ください。バンダイスピリッツのコニシさんこと、コニファーさんとね、一緒に生出演して、機体の解説などをしています。いやあ、あの時はね、試作品だったんだけど、わあ、すーげえ楽しみ。<laughs> あの、まだ見たことない人はね、ぜひ見てね。じゃーん、パッケージこんな風になってて、意外とコンパクトだなーと思いました。 どんどん横も見てこう。いいね。ジオンの血が,血が騒ぐ。かなりね、こう、シックなデザインとなっています。で、後ろはこんな感じですね。さあ、そして、えー、パッケージの背面に当たる部分がこっちですね。じゃん。ジオンの亡霊。長い眠りから目覚めるとき。あの、近藤和久さんのコミックの、あのイラストを忠実に再現しています。 でね、この機体はなんと、トランスフォーメーションシステムを盛り込んだ機体となっていて、変形します。さあ、い <laughs> こ早速開けよう。まだね、届いて開けてないです。一緒にワクワクを楽しもう。開けろ開けろッナイフを使うときは気をつけてね、はあ。楽しみです。ジオン最高のため、発信せよ。ゲードライ。あ、こういうのいいね。 せーの。おおおでかいのが入ってるじゃーんブリスターは主に4つ。本体にディスプレイスタンド。で、えー、小物ですね。主にスタンドパーツ。それから付属品。おお、こんな感じとなっています。早速組み立ててね、じっくり見ていこう一回ね、オタファのワンポイントアドバイス。完成品の問いにこういったパーツをね、取り付けるときがあります。 こういう細いやつとかね。つけるのはいいんだけど、外すのきつそうだなっていう時は、我々ガング野郎の必須アイテム、シリコンメンテナンススプレー。これを、綿棒にちょっとつけて、この、取り付ける部分ですね。ここにちょっとこう、塗るような感じ。僕たちもね、冬になるとね、えー、 何ニベアクリームとかさ、リップクリーム塗るよね。ま、こういう感じで、ちょっとだけつけて、こう取り付けるとね、あの、スムーズに取り付けられるし、外すときも楽です。くれぐれも、取り付けの、あの、塗りすぎにね、注意です。ぜひね、あの、試してみてください。他の問いでも応用できます。じゃんこれがゲードライダーおーめちゃくちゃかっこいい 惚れ惚れします。改めて全体はこんな感じ。えっ、ー、とね、全体的に塗装は、艶消し仕上げとなっています。ところどころダイキャストパーツがキラッと光っててね、すげえいい。正面はこんな感じですね。ちょっとこれは、アクションフィギュアなんだけども、こうね、全体をこう、舐めるようにね、じっくり見ていくような、うん、楽しみ方もできると思うんだよね。横このボリューム見てよ すげえ。それからね、足が3本あります。それから後ろにランディングギアがあるのでね、7点立ちといった感じだね。はあ、大変シャープに作られています。各部のこのアンテナというのかな、フィン。これらは別で取り付けるパーツとなっています。全部プラスチックですね。だからこういじるときも結構気をつけた方がいい。わあ、これいいラインだ。後ろ姿がね、めっちゃかっこいいです。 カラーリングはアーミーカラーだね。うん、アーミー調なグリーン。濃紺の2色のグリーンですね。あとはところどころのね、このマーキングのレッドが映えます。プロンペラントタンクもここにあったりとかね。ディスプレイスタンドもかっこいいです。このスタンドからはみ出るぐらいの勢いなんだよね。こんな感じ。あとはね、この内部のバインダーの裏側。ここがね、すごくいいんだよね。こんな感じとなっています。 ちょっと近くでを見てみようか。まずは。ああ、いいね。煽りで見るとこんな感じ。しゃべー。<laughs> 最高だな、これ。改めてこうやって見ると、なんていうのかな。そうだね、なんかこう、クシャトリアとかさ。うーん、あの、ナイチンゲールとかね。 この商品自体も過去に発売されたナイチンゲール、重塗装仕様だとか、あとはオーラバトラーのね、ダンバインのズワウスとか、あの辺のボリューム感といった感じですね。たまんね。これ見て気づいたんだけど、これさ、ツインアイなんだね。こっち側にもあるし、こっち側にもあります。アップで見るとこんな感じですね。この胸部のところにね、ジオンのマーク。 この、なんていうのかな、ホワイトのところもつや消しになってて、本当にね、よーく近くで見るとね、作りがめちゃくちゃ細かいんだよね。頭部のこの裏側とかね、ディティールがすごく細かいです。いいね。とにかくね、重厚感が半端ないです。それから足の部分はこんな感じですね。 あの、関節はね、かなりしっかりしてます。全体的にかなりしっかりしてます。今はスタンドにセットしてるけど、スタンドなしでも十分立ちます。これはね、見てて飽きないです。ずっと見てられる。というわけでね、スタンドから外すとこんな感じ。ちゃんと自立するんです。厳密にはこの前の足ですね、メインの足と後ろ。 この三点立ちですね。で、さらに、この残りの足たちが支えるっていう感じ。もうこれで立たないはずがないっていうぐらいね。安定してます。各部の関節がかなりしっかりしてるから。うん、ちゃんと立つという感じだね。これは嬉しいね。というわけでね、ちょっと分かりやすい大きさ比較しようか。<laughs> まあ、大体ごく、ごくごく標準的なね。ロボット魂のガンダム。一緒に並べるとこんな感じ。大きさが全然違います。 頭の高さはもちろんなんだけどね、この後ろとか横のボリュームもすごいんです。ちなみにナイチンゲールとの比較は、その生放送、さっき紹介した生放送でやってるんで、ぜひ見てください。まあ大体あれと同じぐらいのボリューム感ですね。というわけでね、稼働とか武装この辺もちょっと見ていこう。 まぁ稼範囲に関しては全部を動かすわけじゃないんだけど、まあ、ごくごく標準的にいじるとこうなるみたいな感じで、ちょっと説明します。可変ギミックがあって首元がこのように可動します。頭部はボールジョイント。くれぐれもこういったアンテナとかね、細かいところがあるんで、まあ、指先でいじるような感じだね。かなりぐりぐり動く。それからね、この大型のバインダー。中にはダイキャスト製のフレームがあって、ここを使ってね、えー、こういう感じで下ろしたりだとか、 軸で下ろしたりとか、まあ、角度を変えられるっていう感じだね。こう、伸縮したりとか。それぞれの4枚の大型バインダーが動く。あとはここにビーム砲があります。こうやってやれば収納できるし、こう出せば展開できる。ここも回るから、こういう感じでね、全面に展開することができるわけです。こういうのもできるし、あとはね、ここにビームサーベルのグリップがあります。それぞれのバインダーに2個、えー、1個ずつあるから全部で4個。 あります。それから腕。まずはね、可動バインダーとは別の、独立しています。こんな感じでね、動いています。球状に見えるんだけど、中には軸関節が仕込まれているという感じですね。こんな感じでロールしたりとか、えー、関節はかなりしっかりしています。こんな感じでね、腕を前面に出したりとか。あとはね、ここにもこういうパーツがあって、なんかもうとにかく細かくて、素晴らしいですね。で、手首は軟質パーツとなっていて、武器持ち手と交換できます。 柔らかいパーツになっています。それからフロントスカート。ここにはクランク状の軸が入っていて、トランスフォーメーションした時はこう前面に展開するという感じ。それから足。これ聞こえるかな付け根はクリック関節になってますね。あとは横にも。こういい感じのね、ぬるピタな足踏みがあります。あとはロール。うん。ちょっと多少こうギチっていうぐらいね、硬、えー、めです。それから膝が曲がる。 こんな感じですね。これもかなり硬いです。こんな感じで動き、横の足の付け根はダイキャスト。こんな感じで、えー、広げたりとか、こう根元で回したりとか、つま先も稼働します。で、前の足はこのようになっていて、前の足だけこうロールできますね。前だけかなうん、ちょっとね、硬くて <laughs>、怖いじゃん、なんか。だからやってみたら前だけはこうロールできる。 後ろの足は一軸でこのように稼働します。で、つま先が動く。それから後ろの巨大スカート。まずね、ちょっとこう、裏面をじっくり見ようよ。これたまらん。塗り分けがありますね。こんな感じになってて、一つ一つのファンネルはすべて取り外しができます。こんな感じでね、セットします。 あとはランディングギア。これは取り外し式となっていて、変形させるときはこのようにカバーを閉じるって感じですね。それからプロペラントタンクは付け根がボールジョイント。で、スカート自体もトランスフォーメーションギミックでね、こう持ち上がる。なのでこのように稼働します。といったところかな。まあ、掃て各部がよく動き、保持力が高いと。だけどね、細かいパーツがたくさんあるんで、まあ、大人のいじり方をしながら楽しむって感じだね。 各部を動かしてアクション両手にビームサーベルを持たせるとこんな感じ。それから、このディスプレイスタンドは延長パーツもついているので、こんな感じで浮遊感のあるポーズで立たせることができます。改めていじりながらね、あ、可動箇所こんなところにもあるんだっていうところでね、感動したのがこの手首のところ。こんな感じでね、手首自体を引き出せたりとか、肩の付け根自体にもこう前後スイングがあります。結構大きく動く。 次は、こんなポーズちょっとね、こう飛んでるような感じの。こういうポーズもいいですね。こういうポーズさせると、ああ、確かにキューベレーみたいだなーっていうね、感じがします。さあ、次は、こんなポーズ動きは静かなんだけど、このバインダーをね、下に下げるとこんな感じ !4 枚あるんで、後ろだけね、ちょっとこう開いてあげたりとか。まあ自分が思い描く、まあこういうの撮らせたいなっていうポーズをね、難なくこなせます。 もう本当に表情が色々変わって面白いですね。さあ、そしたら最後、トランスフォーメーションですね。モビルアーマー形態に変形今回のオタファテクニカルレベルズバリ4かな。工程的にはめっちゃ簡単なんだけど。 ちょっとね、細々してる、まあフリーポーザブルな感じです。だからまあ細かいところは調整していくけど、まあ大体こういう感じという感じでね、教えます。くれぐれもこれいじるのが怖いんでね。まずは後ろのスカートをこれに持ち上げて固定。そしたらフロントスカート。これがクランク状にこういう感じでね、移動するんで前面に持ってくる。そしたら頭部を下に下ろす。 さあ、そしたらあ、足ですね。全部の足を折りたたむ。つま先も、こんな感じで伸ばしておきます。あ、えっ、ー、と、伸ばすでいいんだよね。うん。まっすぐにするっていう感じですね。こういう感じ。こ,このように形を整えたら、おいおいしょ、よいしょ、よいしょ。この足をね、後ろに持ってくく。こう。曲げて、こっちに持ってくるわけですね。で、まあ、この時にもちょっと細かく調整。 ちょっと今腰が動いてるか。うん。こういう感じで。まっすぐにし、最後は肩ですね。この付け根の部分から腕をこういうふうに持って回す。これ結構渋みがあります。せーの。こっちの角度に持ってくるわけですね。こう。そしたら、この肩のバインダーを、あの、こすれに気をつけながら、こうやって下ろしていって、 おろすうん。こう内側に折りたたんでいくっていう感じですね。くれぐれも塗装のハゲに注意。まあ、こういう感じですね。こういう感じに持ってきたら、この中のフレームこのダイキャストフレームを折りたたんで、見えるかなこれ。こういう感じで。少しずつ折りたたんで、こう密着させるような感じですね。片方を折りたたむとこんな感じ。で、もう片方。こういう感じですね。 で、ビーム砲は、まあ、展開もできるし、こうね、収納しておくこともできる。反対側も同様の工程で変形させれば、じゃんこれで完成モビルアーマー形態。はあ手数は少ないんだけど、かなりコンパクトになります。スタンドにセットするとこんな感じ。変形工程自体は改めてすごくシンプルだったんだけど、 こうガラッとね、シルエットが変わりますね。ビーム砲は、このようにね、展開できます。はあ。面白いね。あの、エルメスの系譜だな、というのは、うん、本当によくわかります。ちょっと上から見ると、こんな感じです。このモビルアーマー形態だけでもね、うん、非常に見応えがあります。この形態で飾ってもいいね。後ろから見てもかっこいいです。一通りの遊び方は、こんな感じ。 というわけで今回のプレミアムバンダイ限定ロボット魂ゲードライ重塗装仕様のレビューいかがだったでしょうかこれ、ね、一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。さあ、このゲードライお値段が29,510円。送料込みで考えるとおおよそ3万円ですね。この動画を見ているあなたはどう思いましたかもう僕はもうはっきり言わして、もうこれ激安アイテムだなと思いました。あの、 同じくね、ロボット魂重塗装仕様のナイチンゲールの時にもこれは言ったんだけど、立体物が今出るってことが本当に信じられないです。もしも、ゲードラインの立体物が今欲しいとなれば、もう本当にフルスクラッチか過去に発売された、まあ、き屋さんとかに代表される、もうガレージキットを買うしかない、ね、<laughs> で、まあ、今そのガレージキット買うにしたって多分このお値段言うに超えます。で、さらにね、こうガレージキットっていうのはめちゃくちゃ組むのも敷居が高いです。 もうそういったもろもろを考えると今の時代にこのゲードライがこれが出たっていうのはねもう本当に嬉しくてしょうがない。なんか一層金額のことは関係ない。でも、 金額で言ったらもう激安だよね。もう本当にそのガレージキット作ったことある人だったらその大変さだったりとかね。もうそういうの考えたらもうこれはとても嬉しいです。なのでね。まあこれは自中販売商品だったんですでに手にした方もいると思います。手に取った人はね絶対満足いくアイテムじゃないかなと思います。これは当時。 コミックボンボン見てたりとかね、模型師なんかで、こう、模型少年だったようなね、えー、直撃世代の、僕よりちょっと上のお兄ちゃんガング野郎にはたまらないんじゃないかなと思います。まあもちろん世代は抜きにしてもね、モビルスーツが好き。もうとにかくジオンが大好きとかね、そういう人にとっても本当にたまらないです。商品の品質的にはもう何ら問題はなかったですね。結構僕は関節の渋みだったり、ちゃんと自立するのかなとか、そういう細かいところも見たんだけど、全く申し分ないです。 ま、すでに手に入れた方で、まあ、気をつけてほしいなっていうところは、まあ、各部ね、かなり細かいパーツが多いです。ディティール重視のためね、細かいパーツが、たくさんあります。なので、いじるときは、ま、こう、大人のいじり方をした方がいいですね。特に、可変させるときとか、最初にパーツを取り付けるときとか、うん、結構注意が必要かなと思います。バンダイスピリッツの企画担当の小西さん、改めて、本当に出してくれてありがとう。 なんか昨今こういう時代だからさ、その企画担当のさ、生み、ね、生み出そうとした人の熱意みたいのが聞けるっていうのはいい,い時代だよね。本当に僕はそのコニーさんの熱い思いをよく知ってるんで、まあよく出してくれたなという感じです。総う掃て大満足です。これからもずっと大事にします。出してくれて本当にありがとう今回の動画、面白かったな、楽しかった。 一緒に遊んだ気になったよという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加、どうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、タファーゲードライはもう僕の直撃世代だよとか。あー、当時これ憧れたなーとか。本当によくできてるね。などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。 それでは次の動画でお会いいたしましょうおたよでし緒またねーの <music>